はい、皆さんこんにちは。みなです。さかです。エッジブログです。今日は化け物を予約しました。すごいよ。レンタルした化け物、めちゃめちゃでかい化け物、化け物、化け物のアメ車エスカレード。あんまり好きじゃないよ。でかいね怖いよ。ここに向かいます。よっこいせ。私はチビになったねなんかトラックに乗り込む感じ。そうそうそう、あれ弾丸あるよステップするよ。はい、というわけで乗り込みましたけど、車内めっちゃ広い。何人乗りだっけ。7人乗りかな、8人乗りかな、わかんない。もう化け物級にでかい。そうだよ。このサイズ感もやばくて、ここもめちゃ、そう、まあ、超広いでしょ。触らないよ。横幅2メートル以上あって、長さ5メートル以上あって、高さも1メートル90センチあるんだって。そう、私より高いよ。やばい、俺より高いよ。いらん。でも乗ってる分にはさ、広いからさ、すごい楽じゃない。乗るのが楽じゃないでしょ。助手席に乗るとか後ろの席に乗るんだったら、おい社長、いいよ社長、社長、そう、ドライバーがいればね、行ってください。ドライバーさん、私はここでゆっくりする。社長はいつもこうだよ。いかおい、いつも社長はこうだよ。ゴーゴー、文句を言うな、ゴーゴー。ああ社長、トラック運転してるみたいな。化け物。もうこれ幅もよくわかんないから、そっちぶつかるかもしれない。あと左ハンドルだし。そう、左ハンドルで。もう本当に全部難しい。一応レナも保険入ってるから、後で乗れるよ。やだ。乗れるよ。やだ。というわけで安全運転でいきます。お願いします。はい、今トラックに抜かされたよ。いやもうどんどん抜かされてくよ。なんでそんな遅いの。みんなにどんどん抜かされてくよ。ちょっと加速して、3、2、1、ゼロ。おお、意外とちゃんと加速するじゃん。意外とすごいパワフルじゃん。この何トンの車を動かせるのがすごいね。ね、V8 6.2リッター、400馬力以上あるから、重たさ 2.5 トンぐらいあるんだけど。そうでしょ。それを引っ張るだけの力はやっぱあるね。なんか力強いけど遅いって感じだよね。あのクマが走ってるみたいな。おらそう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 。うわー、めっちゃ景色いいよ。タカがなんか景色に感動してる。すごいよ。なんかこう普通の SUV よりもさらにもう一段階目線高いから超見える。すごいよ、やっぱいいよ、でかい車。はい、パーキング着きましたよ社長。運転の交代お願いします。社長お願いします。おい社長、ノー、席変われ。ノー。よいしょ。レナが乗ってるともうすごいね。 OK、 じゃあ出発。もうあれ、じゃあもうちょっとハンドル回さんと、そんな曲がれんよ、こんな簡単に。船みたいな。はい、重たい重たい重たい。でブレーキがどれぐらい効くか一回試しといてね。強く踏みすぎだって、それはさすがに。まあ怖い。じゃあこの後交流、左。あ、やだな。合流ですよ。それも嫌だな。 OK。 おおおおおおおい。まだピッカパカパカしてた社長。だから後ろ来てたから。ピーだよ、ピーだよ、ピー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 ピ
だよ、もう嫌だよ、この車はいらないよ。はあ、タカの番。レナさん、事件発生。何の？大事件発生。はい。ガスメーターの減りがめっちゃ早い。どんどんこう減ってく。うっそー、やばい、全然走ってないけど、どん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 見る見るうちにガスが減って、リッター4とか5とかなんじゃない、やばいよ、もうなんかタンクに穴開いてんじゃないかってくらいドボ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 落ちてる。ETC の枠がもうギリギリだよ、車の。もうちょっとミスると左と右するよ。よいしょ。はい、途中でガソリン、ガソリンタンクに穴開いてるから今満タンに入れたよいくらだった？5000円。どれまだ全然走ってないけど、5000円。だいたい5000円は1日終わってから、そう、1日終わって満タンにして5000円だけど、これはまだ到着目的地に着いてないけど5000円。やだー、この車買いす今から戻って買いそう、返却、返却行きましょう。おーい、来ました、琵琶湖大橋。やっと来ましたね。おお。じゃあこの車さ、全然ブレーキ効かないのよ。すごいよ。すごいよってすごくないんだけど。事故しないでください。じゃあこれブレーキ、ブレーキしないでくださいじゃなくて。ブレーキ事故しないでください。事故しないでください。渋滞。見て。めっちゃ渋滞。渋滞。大渋滞。はい、到着、八幡堀。はい、めっちゃ狭いんですけど。だからこういう車はギリギリなんだけど、怖いんですけど大丈夫かな。やめた方がいいと。これでガガガガって吸ったら笑うよ。面白いよ、動画のネタだよ。笑う、笑う、笑ってあげる。オッケー、行きました、着きました、八幡堀。やった、駐車してください。なんか食べたいね、食べ歩きしたい。はい、じゃああっちの、もうクローズしてました、やばい、ちょっと時間が遅かったかもしれない。いつも通り、今ね、お店の人に聞いてみたら基本的にね、5時に閉まるんだって。あ、5時に着くのが間違いっていうことだって。今何時？5時17分。全てのお店はクローズしております。はい、諦めた方がいいよ。わ、ここもね、ほら、大麦おにぎりとか売ってんのよ、美味しそうな。お、うんうんうん、うわ、うわ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 、これこれこれ、プレミアムコロッケカツとか、こっちもね、赤身の大麦の握りとか。開いてないかな。3時までだよ。ダメだ、開いてない。はい、ということで駐車場まで帰ってきました。大失敗だね。大失敗と考えるか大成功と考えるかは気持ちの持ち方次第だね。そこな、もう一回ここに来るチャンスが恵んでもらえたと思って、ね、次はチャンスと捉えたら人生は楽しくなるよということで、この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ、バイバイ。サボテンじゃない、盆栽。盆栽、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 盆栽だよ、盆栽、盆栽、盆栽。